鈴木明子さん、自分はダメなんだ。大きな壁に直面した空白の一年、乗り越えた先で得たものとは。プロスケーターの鈴木明子さん、38、が17日放送のフジテレビ、僕らの時代、日曜前 7.00 に出演。スケート人生で一番辛かったことを告白した。この日、フィギュアスケート女子で6年取りの五輪金メダルの荒川静香さん、アイスダンスで5月に現役引退を表明した高橋大輔氏と共にスケートトーク。荒川さんのスケートをしていて一番うまくいかなかったことは何ですかという質問に対し、鈴木さんはスケート人生で考えると空白の1年と告白した。鈴木さんは18歳の時摂食障害を患い、約1年間の休養を余儀なくされた。当時を振り返り、病気も辛かったけど、試合に出ていくことが辛かった。結果が出ないのに、ギリギリ通るか通らないかを初めて経験したから、と、選手生活で初めて大きな壁に直面したという。浅田真央さんや安藤美姫さんなど同世代が活躍していた時期の休養。鈴木さんは終わってると思われてる。自分はダメなんだ。落ちこぼれた。と思うことはあったと自暴自棄になっていたという。大きな壁を乗り越えられた要因として過去の小さなプライドとかあの時できてたとかを全部なしにして今から新しい自分として行こうって思ったと切り替えが大事だったと説明。乗り越えた先に新しい自分との出会いが待っていたという。鈴木さんの話をうなずきながら聞いていた荒川さんは本当に自分を捨てきれたけど、その中でもプライドとか努力があったから戻ってこれたんだと思うと称賛。一度何かを経験して這い上がってきた人たちってスケートに味が出る深みが出ると感じると高い完成度を誇っていた鈴木さんの滑りを称えた。